どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのはザ・パークハウス板橋大山オークスの森建設地でございます。ファイナルチャンスのベルが鳴る頃、間もなくファイナルチャンスですよ。ファイナルチャンス、このサーモに住んでですよ、この素敵なエントランスホールを出てしまえばすぐにハッピーロードでございます。ここをまっすぐ言えば東武東上線の大山駅です。以前もお伝えしているところですけども、帰りなんか最高ですよ。ここハッピーロード抜けます。ここの我が家に吸い込まれてく。俺すげーぜ、すげーぜ、すげーぜ。注目の的ですよ。ここに川越街道を待ってる方、ここに入っていく人もう見ますよ。なんだこの素敵なマンションに入っていく人はと。このサモに住むファイナルチャンスのベルが鳴る頃、本当にお願いしますね。もうファイナルチャンス来てますよ。販売状況なんですけども、私おすすめしておりました桜館完売でございます。残るは楓館と背中側のクスノキ館となります。ほっとけないよ。こちらが建築看板です。竣工結構先なんですけどもね、もう余裕のよっちゃんで竣工完売しますね。もうファイナルチャンスでございますので、ちょっと歩道橋上がってそっから見てみましょう。いや、めっちゃ目立ちますね。いや、前作の背中っかもかっこいいですよね。これも私大好きなんですけども、こちらも竣工するとめっちゃかっこいいでしょうね。これは横にぐーっとついていますので、川越街道走ってからもですね、これはなんじゃとなるでしょうね。あそこエントランスホールがまた素敵ですからね。いやー楽しみですね。現在の販売状況なんですけども、倉庫数187個のうち176個が供給済みです。その176個中165個が販売済みとなっております。なので現在は先着順が10個。そしてその後供給される11個ということで20個ちょっとというところでございます。当然ながらですね、選べる部屋っていうのは少なくなってきていますけども、今の時代の新築マンションとしては条件良いことは確かでございます。販売当初時点よりも後から出てくる新築マンションの価格もお高くなってますし、周辺の中古もですね値上がっておりますので、おすすめ度合いがより高いものとなっております。これは完成したらめっちゃかっこいいっすよ。かっこいいマンション住める、しかもそれを所有するってすごいっすよね。いやこれ楽しみですよ。さあ今桜館側をですね歩いておりますけども、やっぱこっちの桜館側入ってくると静かですよね。いやこれだってエントランスアプローチですからね。これは中庭でございますけども、このエントランスアプローチ、あのハッピーロードが入ってくってすごいですよ。出てく時ももうたまらんですよね。この中にはもうセキュリティ内なので自分たちのものだけでございます。もう東吹きのですね桜館は完売していて、川越街道沿いとこの背中側の塔ですね。で背中側の塔の西向きと北向き 2L がですね今販売されておりまして、まあ北側ですねもう建物ありますけども、ちょっと上行くと抜けますね。まあどの道こっちは理覚あるんですけども、ちょっとこれ非常に見えにくいんですけども、西側ですね、結構ですね前の建物がですね近いです。これ立ち上がってない頃の建設周辺動画をですね見ていただくとですね、もうちょっと分かりやすいかなと思うんですけども、背中側の塔の西向きはもう眺望が結構苦しいがゆえにスパンはですね取ってくれてます。部屋のですねワイドスパンとしてくれております。なので残ってる部屋を見たんですけども、価格占有面積階数等ですね総合点高い、まあバランス良い重工っていうんですかね、そういったのがほとんど売れてしまっているですね状況でした。なので高くて条件良いのか、安くて条件悪いか、その条件悪いっていうのはこのあくまでマンション内でのお話ですけども、そういった部屋がですね多くなっていると。まあ、ただですね当初の購入者よりも待ち時間は少ないわけで、まあその辺は先に買ったもん勝ちなので致し方ないんじゃないかなと思います。
こちらのザ・パークハウス板橋小山大楠の森はですね、もうファイナルチャンスの時期に来ているんですけども、後発物件のですね建築看板が出ましたので、そちら見たいと思います。もう大楠の森からすぐでございます。もともとはですね、国際学生宿舎大山寮がございました。大山駅から徒歩5分ほどでして、駅からハッピーロード商店街を通って大山町のクロスポイントをですね北進する形となります。なので屋根なし区間っていうところはですね、大楠の森よりも長くなってしまうんですけども、川越街道とですね線路から離れた静かな住環境となります。駅距離に関してはですね、大楠の森の方がちょいと遠いのかなっていうところですね。まだこっちの新発の方はですね表記が出ていないなんともなんですが、表記上おそらく後発の方がですね近いんじゃないかなと思いますけども、ハッピーロード商店街をですねぐーっと抜けていく大楠の森も体感としてはですね近く感じますので、駅距離に関しては誤差かなと思います。ただもう違う点としてはもう全然うるさくないってところですね。大楠の森の南向きの川越街道のところはもう本当にうるさいので、南向き欲しいんだけど静かなってなると、大楠の森だと後ろからの楠の南向き中庭ビューですね、あそこは結構な値段したので個数も少なかったですからね。今回はもう全体的に静かです。で、配当計画っていうのはわからないんですけども、土地形状からすると結構南向きを多くできるんじゃないかなっていうところですね。元々の建物みたいなですね配当計画にすれば南向き比率っていうのはですねかなり高くなります。さっきの川越街道の賑やかさはどこ行ったっていうぐらい静かでございます。それでいて駅に近いんですから、これもいい立地ですよね。こちら建築看板なります。おそらくジオブランドですよね。ジオ板橋大山みたいな感じになるんじゃないかな。で、設計者長谷工コーポレーションなんで、まあおそらくですね施工も長谷工なんじゃないかなとは思います。10階建てで30メートル超えなので、階高は3メートルは確保しておりますね。こちらなんですけども、定期借地権となるようです。居住期間に関しては約70年のようですね。この建築の期間とですね解体の期間合わせて75年のようなので、居住としては約70年になるはずです。最近は定期借地権だから激安っていう感じにはなりにくいですので、定期借地権だからこそいい立地に建設してくれるっていう風にですね割り切るしかないんじゃないかなと。この辺の緑もですね残してくれるんですかね。大楠の森の後なのでランドスケープにも期待したいですよね。抜群の最高ですね。今は朝なので東からですね日が来ておりますけども、一日中明るいでしょうね。しかも静かなわけですから、大山駅までもですね本当歩きやすい道なんですよね。屋根なし区間はですねここだけとなります。大楠の森よりかは屋根なし区間が長いですけども、ハッピーロードもですね目と鼻の先です。いずれにしてもクロスポイントのところは一部屋根なしになっちゃうのかもしれないですけどもね。大楠の森は駅からハッピーロード経由して屋根ない区間がほんのちょっとしかないので、よっぽどの雨じゃなきゃ傘ささなくていいってのがいいですよね。こちらのクロスポイントもですねいくらになるんですかね。住友公式ホームページをオープンしてからですねもう価格高く売る気満々だぞっていうぐらい、なんかいつも通り寝かしてる感はありますけども。大山駅なんですけども、東武東上線の各駅停車しか止まらない駅ではあるんですけども、東武東上線の各駅停車のウィークポイントって結構もう通過待ちが多いっていうところではあるんですけども、この大山場面に関してはもう大山で乗ってしまえば池袋まで抜かれるっていうことはないです。池袋からの帰りもですね大山までですね抜かれることなく来れますので、東武東上線の各駅停車しか止まらない駅としてはですね非常に利便性高いです。そして開かずの踏切もですね将来的にはですねなくなりますね。まあもちろん時間はかかりますけども、まあ、十条駅と同じくですねこの大山も高架化をですね予定しておりますので、将来的には安心安全にですねなると。ただ現在はあの踏切が本当にですねもうこの大山とか戸越公園とかもそうですけども、開かずの踏切っていう感じになってるんですけども、まあ、いずれにしても大楠の森そして後発のですねジオですね回れる方に関してはですね
基本的にこっち側でも生活済んじゃいますので、まあ区役所行くときとかはですね、もちろんこっち行きますけども、生活圏は踏切のこちら側で、大山駅もですね構内通路はございますので、まあ、とはいえこれが早く高架化になってくれるといいですけどもね。それでは東武東上線に乗車をしまして、池袋駅へ向かいます。はい、池袋駅到着です。池袋駅までは下板橋、北池袋、池袋の順で、乗車時間は5分です。途中抜かれることもないのでスムーズです。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重時間を本当にありがとうございます。記事の方を同時公開いたします。動画の概要に記事の URL 貼り付けておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。大楠の森、ファイナルチャンス、ファイナルチャンス、本当にファイナルチャンス近づいておりますので、どうかお急ぎください。完成した後、ああ買っておきゃよかった、そりゃ手遅れです。もちろんいくつかキャンセルは出てくるでしょうけども、その時にはもう大激戦になってしまいますので、残り物には福があると割り切ってですね、ゲットしちゃった方がいいんじゃないかなと思います。それでは失礼いたします。ありがとうございました。